じゃあ、二十歳になってさ、プレゼントの話前したじゃない。はい。そう、プレゼントをお母さんにいただいたの。俺はいいよ。俺の本だから。え、気になるじゃないですか。後で見といて。え、ほら、あんまり、本のタイトルをここで個別に言うとよろしくないんで。あ、わかりました。本をあげました。ありがとうございます。本をいただきました。だから、ほら、二十歳になった、カノンとしては何を一番いただけるといいのかな。お酒奢ってもらうとかあり。あ、嬉しいです。あり。はい。あとはなんだろう。前服とかもな。そうね。物欲があんまりないんで。ね、言ってたもんね。ご飯誘っていただけるのが、やっぱり一番嬉しいですし、そうですね。なんか話聞いてもらえるのがいいとかそういうのない？話聞いて。自分が話したい方？例えばご飯行ったりとか。聞きたい方です。聞きたい方。すごく聞いてる方が楽しいっていう方おかしいですけど、その場にいられて自分が聞く側に結構徹しちゃうかもしれないです。あ、じゃあいろんな人の考えとか、そういう話、ストーリーとか聞くのは楽しいと思う。あとはその夢とか結構いろんな将来とかは一緒にこう語り合う系なのは好きです。でも自分の話を聞いてほしいっていう思いはあんまりないと思うんです。一緒に語り合うじゃないけど、お話しするとかっていうのは好きですけど、なんか共有し合うとか、ね、はい。二十歳になってこうイメチェンとか考えたり。イメチェン、イメチェン。だってほらもう、そっか。ね、桁が一つ増えるわけだからさ、二桁目が一個増えるわけだからさ。確かにね。はい。ここからこう変えてこうとかない？イメチェンか。今どういうイメージなんだろう。今ね、幼いんだよなぁ。何もにもまだ染まってない彼女そうですよね。なんかメイク覚えるとか。メイクなんかナチュラルじゃん。そんな濃いめのメイクしないじゃん。ああ、そうですね。でもステージだとは、あ、でもまあ比べたら、まあステージは結構ね、メリハリ必要だからさ。まあね、ステージ かなり濃いめにしないとね、濃いめにしないといけない。普段ほら、ぐずりの時もあんまメイクバッチッとはしてこないじゃん。ぐずりの時、本当に朝時間がないんですよ。手抜きかい。朝なんですよ。ちょっと時間はあれですけど、気持ちはすっごい上がります。ちょっと、ね、ポッと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 しちゃって、ちょっと時間あればすげえメイクしてこれるってこと？すっげえメイクしなさいって言われたらできるかもしれないです。技術的には持ってるんだ。そういうなんか知識というかやり方は知ってる。一応知ってはいると思います。ほう、だってね、普段やってもらってるから、まあね、結構見てたり自分でちょっと手直ししたりとか。そうですね。あ、でも、ね、フォーティエントグループは基本自メイク自分でメイクするんで。あ、そうなんですよ。あ、メイクさんいないの？あ、メイクさんはヘアはいらっしゃるんですけど、メイク、こう、顔のメイクは自分で基本的にはやって、まあ、助けてほしいところはやってもらったりするんです。ポイントとかね。はい、基本的には自分なんで人数が結構多かったりするんで。そうだよな。 そこは、なんだろう、K-POP とかとは違いますね。なんかこういう系統のメイクしなさいとかな、あの、いや、もう何もなくて、自分がしたいメイクをしてれば良い。あ、そうなんだ。はい。自分、自己プロデュースを、まあ、どんだけできるかっていうのは、でもみんなバラバラです。あ、バラバラでいいんだ。はい。ね、じゃあすごいナチュラルの子もいるし、バチって子もいる。あ、そうですね。そうなんですよ。だからなんかこれを機にさ、こうメイクカット言って、大人の女にビヨって。あ、ビヨって。ビヨって。でも、なんかほら、ギャップ萌えっていうか、はい。やっぱ俺もそうなんだけど、ギャップがある人に惹かれることが多いから、本当はこういうイメージなんだよね。さっきの八重ちゃんだとさ、お酒飲みそうなのに、え、違うのと思ったら、ちょっと興味出てくるじゃん。そうだね。うん。だからそういう、なんか、子供っぽいカノンもいて、今まで通りのカノンがいていいんだけど、たまにドスルドイ、こう、いい女のカノンがピョンって出てくるとさ。カノンいい女になれますよ。カノンいい女になれますよ。確かに。カノンマッサージして。だって今だってバサバサ朝時間ないからメイクちゃんとしてこれねえやつが目の前にいるわけだよな。いい女慣れちゃいますよ。慣れちゃう。俺カノンのいい女見たことねえんだけど。見せてないだけ。
携帯じゃん。いや今は残念ながらないですけど。じゃあいい女の時ないじゃん。いやいやいや、でもステージに見せてるんだよ。いい女のじゃあ役を演じてくださいってなったらいい女ですよ。あ、じゃあ次回の放送いい女の役できてよ。やだプレッシャー。ほらポーリーも戻ってくるかもしれないし。いやだ、でもここにいい女いや。何俺たちに見せんだよ、もったいないみたいな。結局それ来月はちょっとそんなの見れるよって。そうそう、そっちで本人がさ、本人がそれ見たくて戻ってくるかもしれないじゃん。元気出るかもしれないから言っとこう、うん、後でえ、カノンがいい女になるってつって本人が戻ってくる。そうそうそう、してない。ちょっとこう二十歳になるから、一個なんか今までやってないことのっていうのかな、新しいことというかな、やってないこと、うん、なんだろう、ほらだってもう仕事はさずっとやってきたからさ、あんまり変わんないじゃない、うんうん、はい、だから今新しい自分としたらさ、やってないこと挑戦した方がいいじゃん。はい、まあ、お酒も当然あるよな、ね、はい、店も変わるし、さっきも言ったけど、うんうん、お店のね情報とかも自分で吸収するようになるだろうけど、うん、もう一個なんか形としてなんかない、形として、うん、続けてきたことを具体的に何かやるとか、うんうん、あとは何かその大人ってものになるわけだから、その大人の目線で自分を変える、で そういう意味ではメイクも変わりやすいかなと思ったんだけど、あでもメイクは結構なんか自己流ですけど、うんうん、結構いろいろ変えたりしてますね、その日によって、はい、今日はちょっと大人っぽいメイクでいこうかなとか、うんうん、色とかもピンク系なのか赤系なのかっていうのを変えてみたりしてますけど、そうですね、大人をあんまり求められる場が今ないかもしれないです。でもほら女優やりたいわけじゃない、はい、自分でそれ練習しておいた方がいいじゃん。お、できます、できますお、できます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 。怪しいよ、だいたいできます、できますって2回言うやつはできねえんだ。いやいやいや、もうできないプラグ立ってんじゃんよ。で飲むとかだったらもうそれっぽいもう雰囲気も醸し出しちゃって焦ったのかい。じゃあ例えば、じゃあ、バーで飲むシチュエーションですよと、はい、でオーディションがね、バーで飲んでる素敵な女性の感じで、うん、オーディションしますよって言われたら、はい、どういう服でまずい？服は、うん、でもちょっとこうなんだろうな、ツヤっとした生地、ツヤっとした生地サテン系のね、はい、生地はテロテロしたやつ、そうそう、まあこういう、まあ、これもある意味あれですけど大人っぽいかもしれない、これってだからラジオじゃ見えないんだよ。ちょっとこうなんていうんですか、透け感のあるね、透け感のあれかもしれないですけど、はい、それこそ透け感だったり、うん、まあ、ちょっとヒール、ちょっとヒールだったり、まあ、ツヤッとした服をとにかくツヤっぽい女で行くってこと、ツヤを出して、俺お前落とすよ。なんでもいい女のイメージが全然出てこない。でもメイクもちょっと大人っぽく、うん、こうしたいですよね。でもいい女のキャラクターって言ったらそんな感じですけど、うん、あの服とかは、うん、でもなんか実際はそれよりもなんかちょっと可愛い、そのシーンには合わせますけれど、うん、もちろんバーっていう、うん、あんなこうきついよりはちょっとこうファッとしてる方が声かけやすいかなって思うので、ナンパされたいってさんのいい女像についてちょっと聞きたいです。あ、聞きたい。あ、俺いい女像はね、うん、まず、うん、見た目より話を聞いてくれる人。話聞きますよ。話聞きますよ。ちゃうカモじゃないんだよ。ずっと聞いてくれる、聞いてくれるって。話を聞いてくれる人っていうのは。うん、相槌とか反応がうまい、うん、だから、へえそうなんだとか流しちゃうんじゃなくて、うん、ちゃんとこう興味を持って話をエスコートしてくれる人は素敵だなと思うから、うん、バーで飲むんだったらそういう女性がまずいいかなと思う。まず、うん、だから、うん、聞き上手、聞き上手、まず聞き上手、話聞いてくれた時聞き上手、はい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 、これがまず
俺のいい女像の一つね、はいはいはい、でルックスがあんまりシックじゃなくてもいいかなと思うんだけど、はい、いやあんまりシックじゃなくてもいいかなと思うんだけど、まだ可愛いっつうのよ。わかりますよ、可愛い全部にはちょっと違いますけど、あんまりシックじゃないくていいんだけど、うん、自分に合ってる服装、ほら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 、合ってる服装、ほら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 、合ってないんだよ。なんかさ、背伸びしちゃう人とかいるじゃない。 あと、まあ、こういう人がいるからあんまり、放送で言うのは NG かもしれないけど、俺はブランド尽くしは好きじゃない。うん、なんだったらユニクロでもいいコーディネートしてる方が合ってるっていうイメージだったらそっちの方がいいかなと思って、あのそういう何あんまりコストかけずに自分でおしゃれを研究できる人がいい女かなと。なんかブランドってさ、全身こう埋め尽くされてるともうそのブランドの宣伝の人みたいになっちゃうじゃん。ああ、うん、でもブランドに着られてなかったら、あ、そうそうそう、いい、ね、合ってれば合ってればいい、その方にすごく似合ってて、うん、ブランドでもこうロゴがデンデンデンのもあれば、まあ、それが似合ってればそれもいいんですけど、まあ、ロゴがデンデンバーデンってやつってもうおかしいと俺は思うけどね。そうじゃなくてもこうやっぱ生地とかにこだわってるとかもあるじゃないですか、だからその人に合ってればって、そうそうそう、本人のキャラクターというか、うんうんうん、イメージにまあ思ってるものがフィットしてればだいぶいいかな、うんうんうん、で俺まあこれ3つ目が一番多分重要なんだけど、まずね靴を見る。あ、うん、足元から、足元からやっぱこう足に気遣える人って、うん、全体的におしゃれな感じがするから、うん、やっぱ靴とか足元見るかな、うんうん、だあのヒールでも何でもそうなんだけど、今日どういう靴で来てんのかなってチラッとやっぱ見ちゃうかも。見ましたかな今日、うん、見てない。あら、タモに興味ないの。でも今日服装ちょっと大人っぽいじゃんとか言ってたじゃないですか。いつものおかしいから今日マシだねっつっただけだよ。痛い痛い、今日ちょっと違う感じだもん。いや、ちょっと違う感じだよな。ちょっと違う感じですよね、はい、いや、それはちゃんと言ったじゃん、違う感じだね。なるほど、うん、まあ靴がちゃんといい靴、いい靴っていうかね、あのコーディネートがしっかりうまくできてるんだったら、まあ素敵な人になってるんじゃないかなと思うけどね。ああ、うん、その今の3点揃ってたらちょっと口説いちゃう感じですか。でもまあ今のは最低条件かな。最低条件、ちょっとめちゃくちゃいろいろあるじゃないですか。でも例えばだよ、なんかさ、初対面で興味持つってすごいハードル高い、高いですね、そもそもが、ね、うん、うん、でほら八重ちゃんとかもさ、放送でこう知り合ってるからさ、はいはい、まあ、一緒にやる人だっていう入り方してるんで、はいはい、もちろん興味持って、はいはい、どういう人なのっていうのは触れるけど、はい、知らない人にいきなり興味持つってなかなかハードル高いから、ね、まあ、だから多分見方としてはさ、自分好みかどうかっていう、多分まずジャッジが入るわけです、うん、大前提として視覚しか情報が、そうそうそう、まずね、うん、で話してみて、さっきのトークのラリー、はいはい、まだ返しが前とか、うん、返しが続かない人の方が多いのよ。あ、例えば出身どこですか、東京です、終わりみたいな。、うん、うん、で東京のどこなんですかとかね、そう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 、私東京なんですけどどちらですかと返してくれればトークが続くから、そういうのが大事だよと。だからそこまでトークしないとやっぱ分かんないね、人の良さも分かんないし、その本人の魅力も分かんないから。だから正直見せかけっていうか、ファッションも大事なんだけど、そこで俺は結構ごまかされないというか騙されないから、内面をちょっと気になるんで、だからさっきのトークとかが一番だよっていうのは、うん、いう話。いや、何笑ってんだよ、おかしいな、ちゃんと話してやったのにおかしいな。いや、でも結構なんかカモンちゃんのさっき言ったのに当てはまるなと思って。当てはまってないの。当てはまってないの。だって俺がカノンを口説こうと思うことは一緒だよ。なくていいですよ。なくていいですよ。ここでなくてもいいんですけど。でもほら、うん、口説かれる女になった方がやっぱいいじゃん、興味を持たれてるわけだから、うん、
さっきの話だと全然興味持たれないよりも、うん、接点としてね、で特にアイドルとか芸能人ってさ、もうファーストで興味持たれないと次につながらないリスクがないから、そう、やっぱこう、うん、だからこう話しかけられるような要素、うん、例えば今日服装素敵ですねって言われるとか、うん、なんかメイク素晴らしいですねとか言われるとかさ、うん、その髪型どうやってるんですかとかさ、まずアイドルとか芸能人、一般人はそうじゃなくてもいいかもしれないけど、芸能人とかこういうね仕事をもしする以上、やっぱ最初のファーストにどれだけインパクトを与えられるか大事だから、うん、その分カノンは今インパクト薄いんじゃんっていうだからそこは二十歳になってからこうなんかインパクトというかな、興味持たれるツールにしていった方がいいんじゃないのって俺は思ったから、はい、うん、その新しいカノンをちょっとさ見せるいいチャンスじゃん、うん、あ、でも髪は伸ばしてます。まあ、伸ばしてる時期と短い時期どっちもあの活動期間でもあるんですけど、はい、今は伸ばしてます。どこまで伸ばすんですか。このなんて言ったらいいですか、ラジオでなんて言ったらいいですかね、こう肩から10センチぐらい、うん、なるほど、ちょっと巻けるぐらい、あ、そうです、巻きたくて、親ちゃんぐらい、親ちゃんだいぶ長いですよそうか、じゃあ親ちゃんぐらい長くしたいです。うん、親はちなみに腰のちょっと上ぐらいまでありますね。あ、そうなの、はい、後ろ、あ、そうか、長いもんね、確かに、あ、思ったより長かったです。そうそう、じゃあ、この前の辺までぐらいまではい。でも女性って髪型大事だよね、うん、気にする、すごい。私実は美容院1年に1回しか行かないんですよ。それ何、整えに行ってるの、木バッサリ切って、いや、あの整えに行ってるだけで1年に1回、はい、へえ。なんかここの数年ちょっとコンテストに出たりとかすることが多くって、うんうんうん、そうすると日本、まあね、うん、日本代表みたいな感じで出るとすると、はいはいはい、コンテスト言ってたじゃん、ミスジャパン。私は知ってるんですけど、まあまあ、ミセスなんですけど、ミセスすごいんですよすごくはない、全然あれなんですけど、はい、そう、日本代表っていうとやっぱり黒髪のロングみたいなイメージがあって、アレンジしないといけないので、うん、とりあえず残しとくみたいな。なるほど、だから整えてるだけですね、1年に1回、うんうんうん、長いともうね、伸びたか伸びてないかみんな分かんないんですよ、うん、だから結構そのまま、はい、あとやっぱ染めるとお手入れが必要になってきますけど、染めてなければ多分そんなに、そう、だからもうそのまんまですね、うん、なるほど、黒髪そのままみたいな、うん、髪の毛もほら太さにもよってもね、あ、なんかね、あのボカーンとかなっちゃう人もいるしさ、くせ毛の方もいる、うん、俺もかなりくせ毛なんだけど、あ、でも、あ、思い出した、二十歳超えてからくせ毛になった、そう、私もそれ今言うと、何それ髪質変わりますよね、髪質変わるよね、そう、何それ、そうそうそう、変わるよ、そう俺ね、すごい直毛っていうか、まっすぐだったのが二十歳、いや、正確に20かどうか覚えてないけどそれぐらいからくせ毛になっちゃった急にカノがアフロになると思う。そうだよ、あるある、ちょっと怖い、ドアフロになるかもしれない、ポーンって、なるんですか。いや、うん、それはね、結構変わるかも。なんでだろう。あと二十歳関係ないかもしれないけど、意外に味覚も変わってくるかも。あ、それはありますね。なんか苦手だったものが好きになったりとか、うん、それは結構ありましたね、自分は。あ、あった、二十歳前ですけど、いっぱいありました、はい、もっとあるかもしれない。うん、確かに。あと、俺結構アレルギー持ちなんだけど、後から、あ、これアレルギーだったんだを知るかもしれない、それ調べて、なんか体が痒くなっちゃったりとか、口が痒くなったりとかして、うん、知らなかったんだけど、俺ずっとカニとエビ食ってたのが危ない、27ぐらいで危ない、なんかもうなんかおかしいなって思って、で調べたらカニとエビアレルギーでした。で結構アレルギーって蓄積だから、あ、そうですね、うん、最初大丈夫なものが年齢を重ねることで蓄積が爆発した時に出るものがあるから、アフロとかも、そうそう、うん、コップと一緒でコップのお水がこういっぱい溢れちゃうみたいな、そんなイメージですね。なので今まで食えたものが食えなくなったりとかするらしい。だそういうこともあるから、そういう意味では、うん、大人になって食えないものが増えちゃうかもしれない。だから今のうちいろいろ食っておくという
あれ食べたり、これ食べたり。なんか生ガキとかで生ガキ食べれる。だって俺カニもエビも俺は嫌いじゃないのにさ、食えないわけよ、もう今はね、知っちゃったから、でもう、うん、だそれからずっと食べてないわけよ。そうなっちゃうかもしれない。牛肉アレルギーとかもあるから。悲しい、牛肉ダメなのかも。あとご飯、もう死んでしまう。なるから今のうち食べといたらいいよ。そういう、うん、そういうのも挑戦しておいた方がいいな。うん、確かにね、食べれるうちに食べといた方が。そうですね、うん、食べることは好きなんで、うん、いっぱいいろいろ食べようと思います。ちょっとあれだろ、あのなんだっけ、48時間じゃなくてなんだっけ、20? そうです、 SKE48 で28時間テレビっていうちょっとイベントといいますか、うん、企画があって、はいはい、はい、やりましたね。出たんだろ、28時間ぶっ通しで。すっごどうだったっ、なんか舞台裏じゃないけどさ、カノが見てきた世界とかどうだったの、うん、そのやってみて見てきた世界、あ、うん、でも私はリンボーダンスしました。おお、リンボーダンス柔らかいのかなと。体は硬くはないですけど、うん、すごい柔らかい人と比べたら全然柔らかくない。じゃあなんでリンボー。あ、なんかみんなやるっていう、あ、全員がやる企画で、みんなやったんですよ。で割とその中ではできる方でしたね。あ、本当、はい、リンボー。で、なんかバーの高さがあるわけですね。あ、そうです。でもこう全員でこうミッション系の感じだったんで、うん、全員でクリアできるかっていう感じだったんで。そうなんだ。そうなんです。じゃあ誰か一人脱落しちゃダメなんだ。そうなんです。そしたらそこでその子ができなかった記録で結果が出るっていうやつだったんで、そこまでみたいな、ちょっと自分の限界までは挑戦できなかったです。ああ、じゃあもっと いけたかもしれない。いけたと思います。まだ何センチなの、自分のそのカノンのその時の数値は。あ、何センチだったか覚えてないんだ。でも腰ぐらい、立ってて腰ぐらいぐらい、うん、ですね。だから腰じゃ結構低い子。腰、うん、そうでもねえか、1m でも全然いけました。自分は1m 以下ですよね、うん、だいたい自分の半分ぐらいだとすると、うん、いやでもそれでもきついね、うん、したり、うん、あとは何しろ組体操。おお、組体操。組体操をしたり。運動系ばっかり。え、そうなんですよ。え、何、扇みたいなやつやったんですけど。あ、扇のやってるメンバーもいましたし、本当にピラミッドみたいな。はい、ああ。1、2、3段、うん、ぐらい。じゃあ4、3、2、1って感じですね。はい、そうだ、うん。今でも組体操しない学校多いらしい。多いです。危ないから。ジュース危ないことしてる。危ないことしてました。でも多分、全体のもし、学年でみんなでやるみたいなのはダメだけど、多分ちっちゃいのだったらやっても、うん、はい、やってるとこも結構あるのかもしれないですね。まあ、そう。ちっちゃい、はい。だってもういい大人がそのピラミッドやるわけだろ。はい。体重重さ重いじゃん。軽い子が上です。あ、そう。じゃあ上の子が軽いって分かっちゃう。そう、ね、まあでもやっぱり身長とかもあるんで、やっぱ。いろいろなメンバーがいるね。それでも小学校の時だって軽い子上だよね。上でしたね。下しかやったことないです。昔から大きかったの。昔から大きかったんですよ。そうなんだ。あ、まあ、身長じゃなくて横で大きかったんです、私。マジで、太ってたの。太ってました。そうなんですよ、うんうん、お団子みたいな。どうやって痩せたの。身長が伸びたんです、単純に。ああ、そういう感じが。そう、10センチぐらいボーンと伸びて中学校で、うん、そしたら気づいたら標準体型に。横にはじゃあもう伸びなかった。そう、横に伸びなかったんですよ。あ、いい、うん、素敵。俺もだって17ぐらいの時って42、3キロだった。やー、細っ。うん、24ぐらいまで細かったの。そっからもう横にしか伸びなくなって。それあれだけど、お金の使いすぎとさっきと。そうそう、お酒だね、比例してるお酒。もう無尽蔵にお酒飲んで食べてしてってなこうなっちゃった。わがままボディになっちゃった。気をつけない。でも気をつけない。なんかね、太ったねって、まあ、昔のこと知ってる人だと言われるけど、はい、あんまりでも俺気にならないのかもしれない。デブって言われても、うん、別にデブじゃないですもんね。デブではないんですね、うん、デブだろ。え、そんなことは、うん、俺全然だって肥満だと思う。いや、測ってことない。肥満ではあるかもしれない。ちょっと見てる人があれなんですかね。ああ、ホーリーとか。名前言われたことに今頭に浮かんじゃった。俺ホーリーいると安心しちゃう。
けど、あ、そうなんかちょっとでもなんか慣れてきてちょっと戻りつつありそうだから、うん、もうちょっと厳しく横からね、うん、つつかないといけないんですけどね。でも変動が一番慣れていません。ああ増えたり減ったりが、あんまり激しいとね、あんまり激しいのは良くないから。でも女優ってすげえそれやるよ。あ、でも多分計画的にそう、ちゃんと専門の方についてもらってやれば大丈夫だと思うんですけど、役作りとかのために、ね、はい、それはもしかしたらそのやっぱ専門の方がちゃんとゆっくりできる範囲の速さでその日に合わせてやるからいいかもしれないですけど、それこそメンタルとか体調とかで激変は多分ダメですね。一番じゃああと何やったら28時間運動ばっかり、運動ばっかりでした自分もちろんパフォーマンス、うん、やっぱオープニングが始まりグランドフィナーレがあって、うん、パフォーマンスもあったんですけど、自分が参加したのはめちゃめちゃ運動企画で、体めっちゃ動かしました。あの尻尾取りとか。尻尾取り、尻尾取りって何、あの尻尾を、うん、まあ、今回は尻尾っていうかこうタグラグビーで使うようなあのベルトにタグがいっぱいついてるやつを取り合うんですけど、うん、ここの腰のとこにベルトつけてそこにタグがいっぱいついてて、うん、メンバー同士が、まあ、追いかけっこする感じで取り合う。あのなんか話聞いてて運動会じゃない。そうなんですね。でも他にもいろんな企画があったんですよ、うん、あったんですよ。あったんですけど自分が参加したところが運動企画が多くて運動いっぱいしてましたね。カノンが出た以外の企画って何が、カノンが出た以外の企画だと、うん、それこそこうどこかにロケに行って、うん、まあ、いろんな、まあ、挑戦っていうのが今回の28時間の今回のテーマだったんで、メンバーそれぞれがいろいろ挑戦したりとか、うん、それこそあの初日の出を見に行ったりとか初日の出はちょっと失礼間違えました日の出、はい、日の出を少し早くから見に行ってっていう企画があったりとか、それこそ SK ニュースみたいな感じで、まあ、いろんな企画があってその28時間っていうものに挑戦しようっていう感じでしたね。